ヒロちゃんの方が優れてるに決まってんだろ。何度も動画見てわかるわ。キラーをうまく引きつけて発電機を回させるようなプレイをする。ノラモブはもう奇跡のプレイの連発。本当に迷惑をかけて。様子見るわ、もう。デジャブつけたら、もう。頭の中でデジャブっていうのを描けねえやつはデジャブつけて、デジャブがねえとこで回せよ。走ればいいんじゃん。デジャブつけたらいいじゃん、もう。ノラモブはデジャブつけとこい、セルボだと。それでいいよ、もう。あと、ヒローパークで。デジャブなんかつける必要ねえだろ、まず、普通に。発電機をイメージして。走りながら発電機のイメージするんだ、まず。バーでしかないって。切り替えるよね。そういうやつ。切り替えるよね。もうこんなのしかいないんだけど、運営さん、もう。クズレベルの人間性として、クズレベルの、もう、プレイヤーとしてもうさ、最低ランクのプレイヤーばっかりなんだけど、キャンプしなきゃ別に最低ランクじゃねえんだけど、負けたとしてもフェアにやってる人って、の方が清々しいと思うよ、俺は。汚いことやって勝つやつが何が楽しいの、まずこのゲームで。マジで汚すぎて言葉が出ないんだけど。発電機回る前からキャンプしてるから、ブロックと切断設けてくんねえかな。もうやる意味ねえだろ、こんなの、こんなやつとよ。ここにいるやつっていう。いやー、呆れ返るわ、もう。こんな負け試合っていうか、こんな、いや、何やってんだよ、こいつらよ。呆れ返るわ、救助も行かねえやつだ。この人がサジを投げるのが分かるな。呆れ返って言葉出ねえわ。マジで呆れ返るで、あそこにいるやつ。キラーで。もう。まさか、ここで能天気に発電機回してるとか、そんなわけねえよな。で、発電機回してたらそう。怖いけど、そんなわけさすがにないよね。よかったわ。回してたらいいや、なと思ったけど。村民のカバーには入る。もう、状況が悪化する。ああ、もうやらかした。逃げる。逃げて。ああ、いいや、俺がいないと多分大変なことになる。いい、逃げて。安全策取ってほしい。
ってみて。4代目ぐらいだとやっぱ集中力なの。5代目ぐらいだと集中力なの。エリーとかはね、レース場所が悪いサバイバー。フックで吊るされて俺が回してるとこ分かってんのに、あの、人だからって回さねえやつに、さすがに苛立ってね、あの、最後ミスったけど。さすがに、ガイラさせられたら、勝ってんだろうって。この二人は回してほしいわ。捕まった場合に手を離したら、勝てないです、デッドバイは。甘いものじゃない。もう、回すんだよ。任務のために勝つんだよ。はい。倒れた。はい、これがヒーローちゃん、デッドバイのエース、スーパーエース。うん。まあ今日見ればわかるけど、二つ救助行ってます。発電機回してます。戦ってます。うん。これがヒーローちゃん。必要だから回す、やる。必要だからやる。ヒロちゃんがこの位置にいればむちゃくちゃ強い。勝利を選べる。非常でも勝利を選べる。うん、優しい人が、優しい人は人から、悪く思われないだけ。ヒロちゃんは勝利を演出する男。チームのために。よし。よし。よかったね。まあ、ヒロちゃんいればチームは勝つ。じゃあ、移動します。ちょっと遅くなっちゃったんで、もう。昨日の二の舞やね、もう多分これ以上やると、そこそこいいゲームすらもう無理っぽいんで、終わります。ちょっとただ人狼、昨日の二の舞になりそうだけど、あ、部屋がないとやばいって。あ、これ以上限界の時間帯迎えてるんで、終わります。まあ、デッドバイももう6時間や7時間だから。まあ、ひどい場だ。